進化系カヌレ研究会太郎ちゃんどうしたんですか朝からキッチンにこもって進化系カヌレを研究してるんだけどさカヌレって前にキキが買ってきてくれた焼き菓子ですよねそうそう 外はカリカリで中はしっとりもちもち。ラムの香りと上品な甘さがたまらないですよね。巷たでは進化系カヌレってのが流行ってるらしい。なんでも進化させればいいってもんじゃなくてですね。ダジ,ジャーンこれが進化系カヌレだよ。なんと美しい宝石箱みたいですね。そしてなんて可愛らしい。 カヌレはボルドー地域発祥で赤ワインの製造工程で出る不純物を取り除くために卵白を使ってたんだけど卵黄は使わないから大量に余ってしまったんだなんともったいない目玉焼きの目玉だけ焼きがたくさん作れますね <laughs> それで卵黄を使ったお菓子としてカヌレが誕生したってことですね目玉だけ焼きじゃなくてよかったよカヌレのカロリーってどれくらい えっとね 100g あたりだいたい220カロリー他の焼き菓子でいうとマドレーヌが420カロリーでマカロンは377カロリーなんだダイエットのお供にですね 1>, 1個で結構満たされるよね僕は1つじゃなくてもいいですよえそうで タロちゃんの進化系カヌレはどうなのいやー、それがさ、ラムをブランデーに変えたり、寄付ワインにしてみたり、で、生地からこだわってみたの。だって、焼く工程の前に一日生地を寝かさなきゃいけないんだ。そう思うとさ、もうこれは生地をこだわるべきでしょだって世の中にはこんなに進化系カヌレが溢れているから、でもねでもね、作っているうちに世の中に進化系カヌレが溢れているんだったら、別に作らなくてもよくないお取り寄せでよくないってなって、作る前に冷静になって、よし、お取り寄せで満足だってなったところ。ねえ、聞いてる ごめんなさい食べるのに夢中で全く聞いてなかったですあーこれ限定のカンレなのにげ之の久々に太郎ちゃんに怒られましたブルー着グルメになっちゃいましたよそれじゃ来週までバイバイ